不好的朋友的游戏是《魔戒战记五》，然后《最终化》啊。キリアさん。なんだ、ウサリア。ウサリアと一つだけ約束してもらいたいですぴょん。約束？お前もか。え？いや、なんでもない。こっちの話だ。で、約束というのは？自分の命と引き換えに私たちを守るとか、ボイドダークを倒すとか、そういうのはなしでお願いしますぴょん。キリアさんがボイドダークを恨んでいることは百も承知ですぴょん。リーゼさんの敵討ちが生きる糧になっていることも知っています。私も父上と母上の敵を討てれば自分の命なんていらないと思っていたので、その気持ちよくわかりますぴょん。でも今は違います。トトマカイを再建し、父上と母上の意志を継いで平和を好む悪魔たちの楽園を作りたいですぴょん。そしてその新たな生きる目標をくれたのはキリアさんたちですぴょん。だからキリアさんも絶対に死んじゃダメですぴょん。絶対に死んじゃダメか。サンズはプレッシャーだな。キリアさん。わかっている。俺とて最初から死ぬつもりで戦うわけじゃない。リーゼを失った俺は自分の命などゴミくず同然に思っていた時もあった。それは事実だ。だがそんな俺を変えてくれたのはお前たち、新しい家族だ。キリアさん。何かを犠牲にして戦う気はない。俺は大切な者たちを守るために戦う。じゃあ約束ですぴょん。ああ約束だ。行かないとダメなのね。キリアさん、いよいよですね。ああ、いよいよだ。あなたにだけは告白しておこうと思います。僕は本当は全部。お前は猿巨大魔界の魔王クリスト、そして俺たちの仲間で反乱軍の軍師だ。そうだろう。あなたには叶いませんね、キリアさん。おかげで僕の価値観は完全崩壊ですよ。悪魔とはこういうものだ、悪魔なんてものは所詮こうに違いないという僕の既成概念は見事に打ち砕かれました。多少の価値観の違いはあれど、仲間を大切にする心に悪魔も天使も人間もない。俺自身、お前たちと行動を共にする中でそのことを学んだ。仲間を大切にする心に悪魔も天使も人間もないですか。僕はね、猿巨大魔界で同僚たちに裏切られたんですよ。ボイドダークのスパイという嫌疑をかけられ、自らの手で無実を証明するためにボイドダーク暗殺を決意したんです。でもね、今になって振り返ってみると同僚たちを裏切ったのは僕の方だったのかもしれません。自分が一番有能だと思っていた僕は、周りの上司も
同僚たちも全員バカにしか見えませんでした。周囲に協調することも感謝することもなく、相手を否定し続けてきました。そんな僕のことを同僚たちが疎ましく思い、スパイだという噂を流したとしても無理もないことだったのかもしれません。クリスト、僕はこの世界に来て多くのことを学びました。もし元の世界に帰ることができたら、その時は上司や同僚たちに心から謝ろうと思います。なんででしょうね、こんな話を人にしてしまうなんて。やっぱりキリアさん、あなたは油断ならない悪魔ですね。今の話は聞かなかったことにしてください。約束してくれますか？ああ、もちろんだ。約束しよう。どこへ向かうっすか？なあ、兄貴、実はさ、オイラには夢があるんだ。夢？ああ、傷つけ合うためじゃなく、大切な者たちを守るための超魔流をもっと多くの人たちに広めたいんだ。なぜそんなことを？師匠は卑怯者で弱虫だったオイラなんかに一子相伝とも言われていた超魔流を教えてくれた。オイラみたいにダメダメなやつでも、師匠と超魔流に出会ったおかげで一人前に近づくことができたんだ。いや、ゼロッケン、お前はもう一人前だ。オイラなんか兄貴に比べりゃまだまださ。でもそんなオイラにでもできることはあると思うんだ。この戦いが終わっても世界から争いがなくなることはない。必ずどこかで泣いている奴がいるはずだ。オイラはそんな風に泣いている奴を一人でも減らすために、そいつらが大切な者たちを守れるように超魔流を教えるための道場を開きたいんだ。超魔流の道場？ダメかな、兄貴。そんなことはない。ゴルディオンが生きていれば喜んだに違いない。俺には逆立ちしてもできないことだ。超魔流を時代に受け継いでいくのはお前だ、ゼロッケン。兄貴、でもオイラ一人だけじゃ不安だ。兄貴もたまに手伝いに来てくれよな、名誉師範として。気が向いたらな。いや、絶対に手伝ってもらうぜ。約束だからな、兄貴。行かないとダメなのね。始まるよ。始まるよ。これが新しい力。始まるよ。終わったわ。キリア様、もうすぐ全ての決着がつきますのね。ああ、これで俺たちの戦いは終わる。魔王儀マシンガンのブリューナク。キリア様、私のことをどう思ってらっしゃるの？大切な仲間だと思っている。うん、やはりキリア様の心の中にはリーゼさんへの揺るぎない思いがありますのね。どんな男でもひざまずかせる自信がありましたのに、キリア様だけは私のものにならない。セラフィーヌ、俺は
何もおっしゃらないで。同情されるのは私のプライドが許しませんことよ。ただこれだけは宣言、いいえ、あなたに約束しておきましょう。私はこの戦いが終わったら絢爛魔界を再び三界一の富を誇る魔界に再建してみせます。そしてそれに成功した暁には再びあなたの前に現れ、今度こそ私のしもべにしてみせます。俺などに執着しなくても、お前にふさわしい男は他にもいるだろう。乙女心は複雑怪奇、手に入れるのが困難であればあるほど燃え上がるものですのよ。必ずあなたの心を手に入れてみせます。これは約束ですわよ、キリア様。一方的な約束だな。だがそこがお前らしい。ご案内するっす。この先にボイドが。その割にはやけに静かですわね。もしかして恐れをなして逃げたとか。残念ながらまずそれはないでしょうね。つうことは嵐の前の超絶静けさってところか。ボイド、お前たちのようなゴミクズの侵入を許すとはな。どうして俺の周りにはこうも役立たずしかいないんだ。ボイド、お前というやつは。何を怒っている？あのクソ親父が死んだからか。お前というやつはつくづく他人に不幸をもたらすやつだな。てめえ、元はといえば全部てめえのせいだろうが。吠えるなクズ。俺はこれから大切な儀式を控えている。お前たちの相手をしている暇はない。大切な儀式ですって？魔王儀、配信のマギア。これはチリトです。なんでだよ。なんでボイドダークの野郎がマジョリタの魔王儀を使えるんだ。ボイドの魔王儀、強弱のブリガンテは魔王儀を略奪する能力だ。おそらくは。そんな、まさか。マジョリタ。てめえの子分を食い物にしやがったのか。どこまで超絶腐ってやがるんだ。ボイドダーク、お前は最強魔王じゃねえ、最低魔王だ。なんとでも抜かせ。あの儀式を成功させるためなら俺は。待て、ボイド。マジョリタ、悲しいマジョリタがこんな姿になっちまうなんてよ。俺たちには彼女を救うことはできない。せめて苦しまずに眠らせてやろう。マジョリタも結局はボイドダークの被害者の一人でしかなかったんですね。皆さん、マジョリタを楽にしてあげましょう。行かないとダメなのね。
ったわ。やったか。うっ、超絶また出やがった。ちくしょう、次から次へと。こうなったら兄貴の究極奥義で。いえ、いけません。これだけ大量の死人が相手です。キリアさんの消耗が激しすぎます。キリア様の温存には大賛成ですけど、ここを乗り切らないことには次も奥様もありませんわよ。はあ、こんな時に援軍が駆けつけてきてくれたらどんなに助かるかぴょん。ウサニンポ、ニンジン爆裂陣。あなたたち、なんでこんな危険な場所に来たですかぴょん。我が祖国トトマ界の魔王様が戦っているのに、いつまでも安全な場所で怯えているわけにはいかないぴょん。その通りだ。ずいぶん苦戦してるみてえじゃねえか、レッドマグナスの旦那。パンチョス、 お前らどうして。いつか旦那の役に立ってみせるって言っただろ。今を置いて他にいつがあるってんだよ。ポンチョス、へっ、ポンチョスのくせに超絶味なまねしやがって。あら、泣いてんのか旦那。泣いてねえよ。おーい、わしも忘れてもらっては困るぞ。お父様、なんてことですの。あの臆病者の中の臆病者のお父様が自ら敵地に乗り込んでくるなんて。これは夢よ、夢に違いありませんわ。そこまで否定されるとわし悲しいんだけど、可愛い一人娘の晴れ舞台に一花添えてやるために恐怖に打ち勝ってやってきたというのに。冗談ですわよ、お父様。今日のお父様は私が知る中で一番かっこよくてよ。セラフィーヌ。ボイドダーク様、ボイドダーク様はいずこにおわすめら。天使どもが、天使の軍団が攻め込んできましためら。天使たちが。なんで皆さん僕の方を見るんですか。もしもし。やっほー、クリストちゃん元気。ちょっと、どういうことなんですかこれは。あれれ、なんで怒ってんの。何でも何も、天使の軍団がここに攻め込んできたという情報がたった今。ああ、それね。おかしいな、喜んでくれると思ったのに。喜ぶわけないでしょうが。ボイドダークもろとも僕たちを一網打尽にしようという魂胆ですか。どうしてそうやってうがったものの見方をしちゃうかな、クリストちゃんは。え、違うんですか。実はね、対魔界殲滅兵器アルマゲドンの発射を中止してからずっと密かにクリストちゃんの動向をウォッチしてたのさ。
そんなこんなでクリストちゃんの心の成長と仲間にかける思いってやつが手に取るように分かっちゃったわけ。うん、みんなもう感動しちゃってさ、君がスパイだって噂を流した子たちも涙ながらに反省して君の助けになろうとそっちに応援に向かったんだよ。あれ、もしかして泣いてるの、クリストちゃん。ありがとうございます、こんな僕のために。ん、全ては君の成長の賜物だよ。胸を張りなさい。どなたからのお電話でしたの？ただの間違い電話ですよ。さあ皆さん、ここは俺たちに任せて、ボイドダークのところへ。ああ、ありがとうみんな。向かうすか。ボイド様、邪魔をするなと言っておいたはずだ。いよいよだ。儀式が成功すればこの日が訪れることをどれほど待ちわびたことか。どこへ行くボイド、お前の相手はここだ。キリア君、これ以上大切な儀式をゴミどもに邪魔されるのは我慢ならない。先に始末しておくとするか。けっ、やれるもんならやってみやがれ。ここでてめえを超絶ぶっ飛ばして、今日から俺が最強魔王だ。私たちのことを見下しているようですけど、その油断が命取りになるということをこれから教えて差し上げますわ。己の欲望のために味方をも使い捨てるあなたを許すわけにはいかないですぴょん。膨大な魔力を吸収し絶対的な力を手に入れたと確信しているようですが、僕たちも真なる力を手に入れました。そうだ、てめえが寄せ集めた魔力なんざおいらたちに通用するもんか。どうやらお前たちは思い違いをしているようだな。なんだと。俺が魔力を吸収したのは
強さを求めてのことではない。だったら何のために。答える必要はない。お前たちはここで死ぬのだからな。ちっ、また死人たちか。ワンパターンにも程があるぜ。ボイド、俺と立ち会え。何を言い出すかと思えば、お前との決着は塔の昔についている。今まで一度たりとも俺に勝ったことがないお前と、なぜ今さら決着をつける必要がある。俺は超魔流を極めた。今ならお前にも勝てる。くだらん、超魔流などあのクソ親父の妄想だ。心だの何だのと説教ばかり。あんなものは強さとは何の関係もない。そうやってまた超魔流から逃げるのか。超魔流から逃げる。ゴルディオンが超魔流の後継者を俺に決めた時も、お前は超魔流など価値がないと吐き捨てて逃げた。お前は超魔流から、偉大な父親の影からずっと逃げ回っているだけの弱い男だ。いいだろ、その安い挑発に乗ってやる。今日でお前との因縁も終わりだ。ついでに超魔流もこの世から消し去ってやる。リーゼはずっとお前のことを気にかけていた。無茶なことはしていないか、ちゃんと食事はとっているのか。俺やゴルディオンに対しても、いつかボイドと和解してほしい、そう願い続けていた。だがその願いは叶えてやれないようだな。残念だ。黙れ。お前が全ての元凶なんだ、キリア。全部お前のせいなんだ。そのお前が俺の姉さんの名を口にするんじゃない。行きます。お前に敗れる日が来るとは思っても見なかったぞ。
ボイド。親父の元で修行していた頃のお前とは大違いだな。これは俺だけの力じゃない。リーゼと師匠の心を受け継ぎ、ここにいる仲間たちに支えられて手に入れた力だ。心に仲間か、くだらないな。間違っていたのは俺だったとでも言わせたいのか。笑わせるな。お前に説教されるぐらいなら死んだ方がマシだ。ボイド。それでもキリア、お前には最後の頼みを聞いてもらわなければならない。姉さんを、姉さんを救ってくれ。リーゼを救う？どういうことだ？あの時、確かに姉さんは死んだ。しかし、俺はとっさにお前から魔王儀、氷国のアルマを奪い取り、姉さんの時間を止めたんだ。まさか、そんな。それじゃ、リーゼは生きているのか？いや、死んでいる。だが、生き返らせることができる。魔王儀、配信のマギアでな。配信のマギア、だからマジョリタを。ですが、それでは死人として蘇るだけで、生き返ったことにはならないのでは？その通りだ。波の魔力では死人として蘇るだけ。それでは意味がない。姉さんを元通りに、あの笑顔を取り戻すためには膨大な魔力が必要だった。それで魔力の槍の出番というわけですのね。ようやくからくりが見えてきましたわ。ボイド、お前がこれまでやってきたことは全てリーゼのためだったのか？急げキリア。俺にはもうあの膨大な魔力を制御するだけの力は残っていない。もう時間がない。いつ暴走するかもわからない。あの魔力が暴走すれば、姉さんもろとも全ての魔界は消滅する。全ての魔界が消滅するだと？頼むキリア、姉さんを救ってくれ。これは姉さんに伝えてくれ。俺が詫びていたと。クソ、何なんだよこの後味の悪さは。よ、まったくだ。これがマテーボイドダークとの決着だなんて超絶納得いかねえぜ。どうしてこんなことになったんでしょうね。悲しみから逃れるために新たな悲劇が生まれてゆく。ボイドのしたことは決して許されることじゃない。だがこの悲劇の連鎖を断ち切るためにも最後の決着をつけに行くぞ。待っていてくれリーゼ。たとえ何が待ち受けていようとも、今度こそお前を守ってみせる。
すか。どこへ向かうすか。リーゼ、本当にリーゼなのか。俺がキリアの彼女か。元彼女ですわ。綺麗な人ですぴょん。私よりは劣りますけどね。今になって思い返すと、ゴルディオンさんが言っていた心残りとはこのことだったんですね。キリ、あ、リーゼ、お前どうして。おい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 、超絶生きてんじゃねえかよ。一体どういうこった。わかりません。ですがこんなに都合のいい話があるはずがありません。あれ、ここはどこ。ねえキリア、何があったの。落ち着けって姉子。ようやく再会できたお二人なんです。ここはそっとしておいてあげましょうぴょん。話したいことが山ほどある。だがうまく言葉にできない。私もなんだかずっと夢を見ていたみたい。キリアと二人で静かに暮らしている夢。キリア？リーゼ、本当にリーゼなんだ。姉さんに触るな。この声は、ボイド。姉さんは渡さない。渡さない。キリア。リーゼ、どうしたんだ。リーゼ、姉さん。さあ力を抜いて全て俺に委ねるんだ。これから俺と姉さんは永遠に一つになるんだ。もう二度と離れないよ。ボイド、あなたなの。超絶バカな。ボイドダークの野郎は死んだはずじゃねえのかよ。これは膨大な魔力とボイドダークの邪念がリーゼさんを蝕もうとしています。魔力の暴走、ボイドさんが最後に言い残したのはこのことだったんですよ。もう誰にも邪魔はさせない。全ての魔界を滅ぼし、二
二人だけの世界を作ろう。やめて、お願い、バイド。なんてこった、リーゼの姉子の意識もまだ残っているみたいだぜ。これでは人質を取られているようなものです。手の出しようがありません。けどこのまま放っておいたらとんでもねえことに。全ての魔界を滅ぼす、確かにそうおっしゃいましたものね。リーゼさんを犠牲にしてでも魔界を救うか、魔界を犠牲にしてでもリーゼさんをこのまま生かしておくか、キリア様にとっては究極の選択ですわね。そんな、なんて残酷な。キリアさん、どうしたらいいですかピョン。俺にはわからない。俺はどうすればいいんだ。あなたが迷っていてどうしますの。リーゼさんを救うのはあなたの役目でしょ。大切な者たちを守るために戦う、私が最高のしもべだと認めたキリア様はそういう男だったはずでしたよ。ああ、そうだったな。こうなりゃ超絶一か八かだ。お前の彼女も魔界も全部救っちまおうぜキリア。失敗したら全ての魔界者とも滅んでしまうかもしれないんだぞ。それでもいいのか。そん時や、そん時だ。超絶綺麗さっぱりしていいじゃねえか。お前たちというやつは。リーゼ、待っていろ、今助けてやる。キリア、お願い、私を殺して。な、何を言い出すんだ姉さん。ここで俺たちが逃げ出したら、また新たな悲劇を生み出すことになる。この悲劇の連鎖を、ここで俺たちが断ち切ってみせる。心配するな、リーゼ。
俺にはこんなにも頼りになる仲間たちがついてくれているんだ。お前がそのきっかけをくれたんだ、リーゼ。これで最後だ。俺の思いを、みんなの思いを、この一撃に込めて捧ぐ。行くぞ、みんな。皆さんの力を、魔奥義を、キリアさんの元に集結させるんです。おう、超絶任せとけ。魔奥義超絶合金のユニバース。オイラの熱い思い受け取ってくれ兄貴。魔奥義超速のボルク。父上、母上、ウサリアに力を貸してくださいぴょん。魔奥義激高のムルムル。キリア様、この貸しはいずれあなたの体で返していただきますわよ。魔奥義マシンガンのブリューナク。セラフィーヌ、レッドマグナス、クリスト、ウサリア、ゼロッケン、お前たちの思い確かに受け取った。行くぞ、今全ての思いを一つにして捧ぐ。超魔竜究極奥義、神羅万象。リーゼ、リーゼ、キリア、リーゼ、帰ろう、俺たちの故郷へ。
お前ら休んでいる暇はねえぜ。灼熱魔界を立て直したら他の魔界にも超絶応援に行くんだからよ。マジっすか。だな、勘弁してくださいよ。うるせえ、文句言うんじゃねえ。全ての魔界の復興が終わったらもう一回あいつと勝負するって約束したんだ。ああ、キリアさんとの約束ですかい。それなら旦那のボロ負けだったって聞きましたけど。誰がそんなデマを。セラフィーヌの姉子です。セラのやつめ、適当なこと抜かしやがって。シャクランの魔王レッドマグナスはその後復興に携わった魔界を一つにまとめ上げ、史上最大級の超絶灼熱魔界の王座につく。親分肌で情に熱いレッドマグナスは最高の魔王として子分たちの尊敬を集め、その名を歴史に刻むことになる。しかしキリアとの再戦の結果がどうなったかは記録には残されておらず、謎のままである。また家出か、セラフィーヌよ。ぎっくり。お父様いらしたの。家出、何のことかしら。セラフィーヌよ、いい加減にあの男のことは忘れてはどうなのだ。いいえ、忘れるわけにはまいりません。私にひれ伏さない男がこの世に存在するなんて我慢なりませんもの。いつか必ず私のものにしてみせますわ。覚悟して待ってらっしゃい、キリア様。魔性の姫魔王セラフィーヌはたった1年で絢爛魔界の財政難を解消、再び三界一の富と地位を取り戻した。その詳細と美貌に賛辞を惜しむ者はなく、魔界全土の名だたる紳士たちが求婚に来たが、彼女は全て丁重に辞退したという。公式上の記録において絢爛魔界の魔王セラフィーヌが結婚したという事実は存在しない。はい、もしもし。もし、クリストちゃん元気？おかげさまで、なんとか。魔界の復興は順調ですよ。そう、それよかった。でも、クリストちゃんも奇特な人だよね。だって、次期天使長の座は確実と目されていたのに、魔界に残って勉強がしたいだなんて。僕たちはもっと悪魔のことを知るべきです。彼らのことをもっと知れば余計な対立や偏見はなくせるはず、そう思うんです。いつか天使と悪魔とが手を取り合って世界を救う時が来る、そんな気がしてならないんですよ。はあ、立派になっちゃって。もうクリストちゃんが遠くに行っちゃったみたいでなんだか寂しいな、僕ちん。またそのうち会えますよ。でももう事件は解決したんですから、次に会うときはコードネームで呼ぶのはやめてくださいね。長年にわたり魔界復興に尽力したクリストは天界に戻った後、天使長を経て大天使に就任する。後に三界を揺るがす大事件の中心人物の一人としても名を残すが、それはまた別の物語である。父上、母上、トトマカイはようやく復興を成し遂げましたぴょん。ウサリアだけの力じゃこんなに早く終わらなかったはずぴょん。これも支えてくれた国民のみんなのおかげですぴょん。私はまだまだ未熟な魔王ですぴょん。これからも学ばなければならないことがたくさんありますぴょん。でもどうか安心してほしいですぴょん。きっとトトマカイを平和を好む悪魔たちの楽園にしてみせますぴょん。
トトマ界の二代目魔王ウサリアはその後も平和を好む者たちを次々と受け入れ、悪魔の理想郷を築くことに成功した。それはくしくも魔将軍マジョリタが望んだ理想郷に近い形だったのではないかと後世の歴史家たちは分析している。セイセイ、こら、脇が甘いぞ。お前たち拳をしっかり握って、こうだ。健全な心と健全な肉体、これが超魔流の極意だ。分かったか。おっ、ゼロ剣師範。声が小さい。もっと大きく、特に師範のところを大きく叫べ。おっ、ゼロ剣師範。よほーし、その調子だ。このオイラが師範とはな、世の中わかんねえもんだぜ。戦いを終えたゼロッケンはすぐさま小さな道場を構えて超魔流の普及に取り組んだ。その道場には超魔流創始者への敬意を込めてゴルディオン道場の看板が掲げられていたという。魔界のあらゆる武術の源流とも言われる超魔流を普及させたゼロッケンの貢献は計り知れないものがある。そしてキリアとリーゼロッタは、ようやくここに戻ってこられたのね。ああ、もう二度と戻れないと思っていた。しばらく使っていなかったから、このお家もあちこち傷んでるわね。キリアにはうんと働いてもらわないと。時間ならいくらでもある。好きなだけこき使ってくれ。これからしばらくは忙しくなりそうね。ねえキリア、このお家をきれいにしたらキリアのお友達をここに呼ばない？あいつらをここに？助けてもらったお礼もしたいし、私みんなと仲良くなりたいの。キリアが大切にしてきた人たちのことをもっともっと知りたいの。ダメかな？ダメなものか。俺もお前に知ってもらいたい、あいつらとの固い絆の物語を。反乱軍の活躍により魔帝ボイドダーク率いるロスト軍は壊滅した。圧政から解放された魔界の魔王たちはそれぞれ復興のために尽力している。だが巨悪が排除されたといえど魔界の戦火が完全に消えたわけではない。未だ魔界各地では領地争いや思想の違いを理由に心ない侵略行為を行う輩もいる。そんな悪魔どもを鎮圧するために反乱軍が再び集結するのだった。いかがです、キリア様、昔と全く変わっていないでしょう。ああ、何から何までそのままだ。あの頃の出来事が蘇ってくるようだな。僕たちを集めたのはリーゼさんのお望みだと聞きましたが、何か困りごとでもありましたか？トトマ界も無事復興できましたぴょん。だからお役に立てることがあるなら協力しますぴょん。いや、リーゼについてはただお前たちと信仰を深めたいと思うんだけど、ここにも連れてきているから後で話しかけてやってほしい。そんなことならお安い御用だ。超絶仲良くしてやるぜ。なんだ、
いきなりお呼びがかかったからまたボイドダークみたいな野郎が現れたのかと思っちまったぜ。あんな化け物がそうそう出てきてたまるものですか。心配のしすぎですわ。ロストは崩壊したが魔界間の争いは絶えない。小さな争い事は頻発している。争いで苦しんでいる人がいる限り放っておくことはできない。そのためにもお前たちの力を貸してほしい。異論ありませんわ。むしろ大歓迎です。キリア様を私の虜にするチャンスが広がりますものね。姉子、まだ諦めてなかったのか。僕も構いませんよ。まあ反乱軍とは言えませんけど、それも昔の名残でいいでしょう。サリアも平和を望む悪魔を救ってあげられるならそうしたいですけど。決まりだな。そんじゃまたみんなで超絶ド派手に楽しくやろうぜ。好的，这个就先这样啦。